面白いチャットをまとめてみた。総集編。サバってなんで殴られたら加速するんだろう。ワイだったらうずくまって泣くわ。ね、剣で殴られたり鎌で殴られたり、まあ、最近だとさ体剣でね殴られたりとかして加速してるからね。一般ピーポーだったらもう死んでるよね。バーメイド使っていいか聞いたらダーメイドって言われてセンスを感じた。もうこんなん言われたらおとなしく引かざるを得ないね。これはいいセンスだよね。実は自分チーターないよね。いや、サーベルタイガーやろ。さ、サベタイヤない。これは鮮やかよね。もう座布団一枚。チューハグくらいなら全然あるやろ、みんな。ねえよ！ねえよ！ねえんだよ！いませんだよ！さっさと投稿しろよ！焦るなよ。キスするぞ。は？チュ。マッチしろ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 。ここはマッチングアプリじゃないです。でもたまに第五人格ってゲーム内通り越してオフラインでマッチングするとこもあるからね、気をつけましょう。全茶楽しい楽しい、どんぐりうめえ。もうリスの全茶よね。うわー、不倫ダメ絶対。名前の説得力が強すぎる。ちなみにフレンド検索で不倫バレそうっていう方をね検索したんですけど出てこなかったので、もう不倫バレたのかもしれないですね。キムタクル、霧を外すとちょ待てよというボイスが流れる。ちょっと聞きたい。ミチコの訪問に行き来さそうって言ったら散々ケバブされたの謎すぎるんだが、もう最初にあるじゃねえか。もう出だしのはそれよ。チャットからログアウト、ちょっとだけログアウト、現実からログアウト、人生からログアウト。いや先に行くようじゃないのよ。戻ってこい。あんなの画家じゃない。走りながら絵を描く画家がいるかよ。椅子に座ってでもいいから落ち着け。これはもう正論。手が震えてもう絵なんてまともに描けないよね。もう筆ブル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 震えて描けんよな。橋本環奈結婚するん。俺が結婚ってマジ。こんな前茶で言ってるやつとは結婚せん。もう人生の第最高峰7段の人と結婚する。悲しいがこれが現実や。おい、使用栄誉賞一等航海士飛ばされたんだが、これじゃあ一生航海士だよ。今回のチャットこういうの多いな。COA5 にね、期待しましょう。カーボーイに担がれてる時に今ちょっと重いって言われたらどうすればいいんでしょうか。物理的に重いって言われてて草。これ面白いですね。僕も使おうと思います。新しい仲間の煽り方ですね。芸者からこれ以上何を奪うって言うんだ。着物。鬼か。まあ鬼だけど鬼か。鬼畜やな。皆さんの希望のなさが名前に出ててネガティブが過ぎる。もうちょっと希望元。ルキノって写真撮れるあいつよね。そうそう、写真世界入って殴ってナイフをパラパラしたりするやつ。なんだナイフをパラパラって。壊してんじゃねえか。前歯を頼む、奥歯が助ける。歯の前茶なのよ。ヤサオニ詐欺でこのランク帯まで上がりました。悪魔みたいなランクの上げ方すんな。新ミチコはミチコ。最近のミチコはね、顔見られても平気な顔してるからもう性能が変わっちゃってもミチコよね。プーン。へぇ、バカ。ハンター戦の日常ね。君の心にサンスタン。庭師は強いよ。なんたってパパがついてるんだから。理的やん。いやまあ確かにね、ハンター陣営のレオがサバイバー陣営の庭師守るってもう理的ですからね。理的行為してるわな。喧嘩しませんかって申請来てて草。タイマン募集って喧嘩の方のタイマンじゃないからね。申請送ってきた子はね間違えちゃったのかな。初心者調講師とかけまして、監修の前でのプロポーズと解きます。その心は。どちらも振りたいのに振れないでしょう。これはうまいね。これぞ前茶職人ですね。今日もいい天気ですね。ほちゃぴちゃぺちょぱらべべらぼ。対戦前チャットでね話しかけたら時差が生じてたっていうね。国際交流の難しさね。みんなのエミリーダイヤーは強いのに自分だとエミリーダメだーになる。今回の前茶はこういうセンスのあるものが多いね。厄介戻ったら飛んで喜ぶ。最悪？最悪の一撃では？最悪の一撃。確かに厄介ではある。間違い方が斬新なのよ。墓場でチェイスするな。不謹慎だろう。考えたこともなかったけど確かにね。霊感ないので体感だけでも感じておきます。悲しい。あって一言だけ申請すんのやめろ。小林製薬かよ。こういうのが面白チャットって感じするね。いや素晴らしい。彼氏に浮気された、死にたいって発想がいまいちわからん。彼氏に浮気された、
ぶっ殺すだろ。戦え。確かに浮気されたから死にたいっていうのはよくわかんないよね。浮気した方が悪いんだから。戦え。無情がたくさん見えるのは私に求婚してるからだよ。無情がたくさん見えるのは私に求婚してるからとかうますぎ。無情の求婚と結婚する方の求婚のこの掛け合わせうまいね。彼氏と別れた。もうリスカしよう。カリ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 ゴングリビブメー。ありがとうアオリに対抗できるように黙れ。ちょっと欲しい。使いどころ限定的すぎるけどこれはちょっと欲しい。お風呂にする？ご飯にする？それとも私？全部外で済ませてきた。リパカスじゃ勝つのが難しい。リパカスとか言うな。3つけろガキ。リパさんカス。つける位置が違うんじゃ。この前募集に SSR の彼女くださいってあってちょっと笑った。大悟ってマッチングアプリっけ？アイデンティティーンだよ。そういうゲームじゃねえから。吉田沙織の立ち回り分かる人いませんか？殴る。以上。吉田沙織ってボロ体必要？いらん。粘着だからいらんわ。そもそも危機一髪なのはハンターの方だわ。吉田沙織の人格教えてください。いらんいらん。12369怪力無限。霊長類最強ですからね。ピエーキッコキッコキッコ。負けるのはいいけど対戦前にやる気をそぐようなこと言われるのが涙が出るんや。わかる。ランク戦でエモートしたの初めてかもしれない。こっちも不穏な空気のサバと当たると大丈夫かなってなる。涙が止まんないなあトカゲさん。うんうん、スケベしようや。義士が人格嘘言ってんだが詐欺師やん。めちゃくちゃ面白いね。いいね、センスあるね。卵を溶きましてケチャップをかけます。オムライスでしょう。でしょうね。囚人のプロいないかな。送電伝授してほしい。俺が教えてやるよ。はじめは優しくゆっくりだ。囚人じゃなくてガッツリマジシャンで草。それっぽいこと言えばごまかせるっていうもんじゃないからね。味方にいてほしくないキャラナンバーワンは誰ですか？呪術師、囚人、暴言か。どのキャラがいてほしくないとかじゃなくても煽りとかさ、暴言吐く人が一番いてほしくないよね。手がかり1万3000くらいあるけど、サバ何人買えるかな。2人から3人くらい。冒険家なら8人買えるよ。いや、なんで冒険家換算なんだよ。1匹1500円くらいだから、それはいっぱい買えるけど、そんなにいらんやろ。次のニュースです。本体はポッポちゃんで有名なイライさんについてです。イライさんが数日前、動物愛護団体から訴えられていることが分かりました。イライさんは主に袋を使って自分もしくは同行した人に加護させ、ハンターの攻撃を加護させていましたが、その暴行的な一連が動物愛護団体に目をつけられた模様です。弁護士側のフレディさんによりますと、イライさんが有罪になる可能性は高い。しかし目隠ししているはずなのに敵を目視して袋の闘志をどうやって上げているのかという点が原型の焦点となるだろうと説明しました。同行した方々はいつかは訴えられると思ってたと答えていました。まあ、昔から占い師のフクロウの取り扱いの問題っていうのはずっとありましたからね。まあ、ようやく日の目をね、当たることになったのかなというところですね。続報を待ちたいと思います。もうマジ無理。もしかしよう。見ろ、人がゴミのようだ。ムスカパターンもあるのは知らなかったな。魔女苦手。魔女もあなた苦手ですよ。辛辣。ワープやだ、いや黒やだ。ミルクの時間でちゅよ。バブー。